中国福建省。この地方はウーロン茶の産地としてよく知られています。ウーロン茶は茶葉を発酵途中で加熱して発酵を止め、半発酵させたお茶。脂っこい料理と相性が良く、多くの人たちに愛飲されています。またウーロン茶特有のポリフェノールを含んでいて、それが脂肪の吸収を抑える働きをすることから、ダイエットに効果的と言われています。サンスクニという言葉をご存知ですか？我々にとって最も身近なものとしては、じゃんけんがこれにあたります。3つの要素のそれぞれに優劣があり、簡易的に勝敗を決するのに有効な手段として用いられます。現在のグー、チョキ、パーの形式のじゃんけんは、江戸時代後期から明治時代にかけて成立したと言われています。そんなじゃんけんですが、驚くことに海外では世界大会が開かれているそうです。機会があったら日本代表として参加してみたいものですね。夏本番、連日猛暑日が続いています。熱中症や脱水症状で体調を崩している人が大勢出ています。この予防には何といってもこまめな水分補給が第一。喉が渇いたと感じる前から水分を摂取する必要があります。また忘れがちですが、塩分などのミネラルの補給も大事。スポーツドリンクも悪くはありませんが、それ以上に経口補水液が効果的です。正しい情報と適切な対応で夏を元気に乗り切りましょう。最近流行りのパワーストーン、ブレスレットや携帯ストラップなど、あなたの身近にも持っている人がいるのではないでしょうか。一口にパワーストーンといっても、その種類はかなりのものです。一般的なものとしては水晶やアメジスト、ラピスラズリなども有名な石。金運を呼ぶというタイガーアイという石も人気が高いようです。ファッションとして身につけるもよし、効果を期待してお守り感覚で持つもよし。これを機会にあなたも何か身につけてはいかがでしょうか。